今回のタイトルは、ビットコイン現物 ETF は未だ審査中、フェイクニュースで相場は乱高下です。ぜひ最後までお付き合いください。承認報道は巨報。昨夜10時30分頃に海外メディアに報道されたブラックロック申請のアイシェアーズビットコインスポット ETF の承認はフェイクニュース、巨報だった。ブラックロック関係者が FOX 取材で、ビットコイン ETF は未だ審査中と説明した。ブラックロックのビットコイン ETF を皮切りに、多く申請されている現物型ビットコイン ETF が次々と承認されていくと期待されているが、SEC がすでに承認したという事実は確認されなかった。ビットコインはこの報道を受けて急騰し、一時3万ドル台に復帰したが、ブラックロックの否定を受けて大きく反落した。現在 SEC が審査中のビットコイン ETF の中では、アークによる申請の最終審査期限は、最も近く24年1月10日前後と予定されている。また、SEC が先週末、GBTC を現物のビットコイン ETF に転換することをめぐる、グレースケールへの裁判判断について控訴しないことを発表したことも材料視されており、ビットコインマイニング関連株銘柄は米取引時間で上昇。マラソンが 4.9% 高、ストロングホールドが 4.4% 高となっている。最後までご視聴くださり、誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。